ね、知らない人はもういないんで、なんでチャイナかとか、あ、中国行ってたよとか、ね、中国の人は北京だよとか、鉛筆が折れちゃうんだよね、北京とか、ね、いろいろ昔から言ってましたけど、今日はですね、最近の近況報告をしたいと思います。もう夏になってから、もう一応ね、この地方も梅雨が明けて夏になってからですね、まあ私は今農家で温室をやってるもんですからね、もう入るのがもう暑くてしょうがないんですけども、そんな中でも最近、まあ、最近とかここ 2,3 年ですけどね、ハトが、野生のハトが増えちゃって、もう本当にその昔はね、スズメとか、ツバメとか、まあ、そういった類の小さな鳥たちがいたわけですけど、まあ、ハトがね結構増えちゃって、でそのハトを退治しないと、なんで退治しないといけない、退治って言いましたけど、どっか他の地区へ渡さないといけないということで、なんでそうするかっていうと、うんこ、ハトはね大きいって言ったんですけども、スズメとかよりはたくさん出すんですよ、うん、で屋根とか軒下とか止まってると、その下にね、うんこいっぱい詰まっちゃう。これをそうして憤慨と言うんですね、糞の害。私たちはそれを見て憤慨するわけです。言うと思った。それでね、その理事のカラスとか、ユニークのね、膨らませるカラスとか、パチンコとか、音が出るやつとかね、いろいろ試しましたけど、まあ、一番よかったのはね、ビニールのカラスかな。あれがね、やっぱ一番。あとね、CD、いらなくなった CD をぶら下げるとか、そういう感じが一番良かったです。昔はね、まあ、うちはずっと百姓だったんで、あれですけどね、昔はね、スズメが起こったんですよ。ね、スズメが起こった。で、農家さんは本当困っちゃって、私はもう困ってね、それ当時は何もないから、もう一生持って一生持って言うんですよ。スンズミ、スンズミ。せっかく今ライトファームに聞いてるんで、こう上り調子で来たんですよ。これはでもNSP のファーストアルバムの中に入ってる MC ですよ。スンズメって言わなきゃダメ。スンズメ、スンズメ、スンズメ、スンズメ。さやかさんのおしゃべりコーナーでした。